ローリングドリーマーでジェット解析のどれを食べようか。ローリングドリーマーってなんすか？あら、リリエ、お久しぶり、またまた。アイナさん、よろしいでしょうか？いいよ、何？ピュ？星雲ちゃん？遺跡はまだ見つかってないもんね。はい、この子を遺跡に連れて行きたくて。ただ、裏裏の遺跡は砂漠の奥にあって、砂漠があるんや、ここ。無理は言えないんです。今行こうとしているのはマリエ図書館なのです。読みたい本がありまして、一緒に探してほしいのです。マリエ図書館ですけれど、マリエの街中にありますから、私にもたどり着けるはずです。ピュ。なんでそれを一緒に探さなければいけないんだろうか。マリエ図書館だったろうね。また勉強できそうろと。さっきこの辺、あ、光より光より。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。そしておばあちゃん。イエーイ。若いな、おばあちゃん。ちゃんと横断歩道を渡るのね。お。なになに？博士ー。おお。おお、ロトム。図鑑の中は居心地いいかい？いい、ロトよ。やあやあ、はじめまして。私はナリア・オーキド。オーキド博士。リージョン4を調べておるポケモン研究家です。君がアユナだね。クークイ君から聞いておるよ。ロトム、島巡りのサポートをよろしくな。もちろんとよ。アユナ、ロトムを頼みますぞ。カロスの発明少年も、生みの親の一人として気にかけておるからな。私はマリエ図書館にいます。何かあれば会いに来ておくれ。図書館には地面の黒い丸、黒い三角、黒い四角を順にたどると、到着できますぞ。何それ。あれのこと？地面の黒い丸。このハリティアマさっきから気になるんやけど。あ、もしやこれ。はっ！ちゃんとできるやん。顔をこっちへ。ああ、いいね。ここでさ、あれじゃない？なんやっけ、ポケ。忘れたけど。クソ、しっかり収まらねえ。でもちゃんとあっこでアップになってくれるんやね。あ、ここや、マラサラショップ。良いか、若者。クイック通信は近くの人とすぐマッチングできる。じゃが人が多いと誰とマッチングするかわからんからの。なるほど。まあ、そうよね。広いな、ここの街。私は道を教えたくて止まらないおまわりさん。島巡りのトレーナーよ。ここから上が図書館。左が10番道路。下が11番道路ですと。なるほど。この女の子もイエーイとかかな。いいね。街の人は基本的に会話をしないらしい。ここは何？何屋さん？はぁ、お寿司屋さん？いいね、いいね。よくぞ参られた。して、要件は？食べる。では、お品書きからお選びいただこうか。いずれも4000円なり。さあ、いかがいたすおつもりか？へぇ、高くね？また来るがよい。なんでそんな喋り方？あら、ぬいこぐま。ぬーぬー。お腹が減ったな。ローリングドリーマーでジェット解析のどれを食べようか。ローリングドリーマーってなんすか？なんかわからない言葉が。ポケモンセンターの手すい鉢にはキュアワーの癒し成分が溶け込んでいるからいい香りだよ。ハギギシリはね、サメ肌ですら恐れるポケモンなんだよ。だからさ、ライフセーバーハギギシリと助け合ってビーチの安全を守るのさ。ハギシリみたいやね。若い頃思い出すね。ライフセーバーやったんかな。そうだよ。人はみんなローリングなドリーマーだから。意味がわからねえ。ちっともわからねえ。あなたのヤンチャムと私のピンプクトで、ポケモン交換しましょ。私ヤンチャム持ってないの。そっか。じゃあまた今度ね。ポケモンセンター以外にもおるんやね。カロスでも同じ名前のお店に入ったのですよ。お茶が飲みたい。どうしたの？パサパサするの？もしかして。ダダリンはよ、渦潮を作ってポケモンを捕らえるのよ。そこを狙い、ポケモンを取るのがアローラならではの漁だよ。なるほど、漁にもポケモンを使うんやね。いや、広いな。え、ここを上に行けば、アローラ図書館って言った？何あれ？
お、なんかポケモンたちが見よるけど。来い来い。ゾロニョ。なんかあるんやろか、あっこに。お、ここか、図書館。アイラさん、ごめんなさい。また迷ってしまって。迷ったの？ついフラフラとブティックに入ってしまい、最後の一着と言われ、つい服を買ってしまいました。気合を入れないと着れそうにもない服ですが。着てみればいいのに。お？でも店員さんからマリエ図書館の場所を教わったからいいですよね。すぐ近くでしたけど。おー、走ってきた。ヒヒューン。ヒヒ。あゆな、久しいの。島巡りも順調そうだな。きっとカップも喜んでるだろう。で、あゆな、そちらは？あ、はい。私はリリエと申します。先ほどはバンバドロが驚かせてすまなかったな。どうやら島巡りではないようだが、何を。訳がありまして、遺跡を調べたりしています。ほう、関心じゃな。では、どこかに行きたいときは案内してやろう。わらわのバンバドロは特別力自慢でな。二人乗りでも大丈夫。ありがとうございます。いい子だね。さっきなんで興奮したんやろ、バンバドロ。ん、じゃあその辺におるってことかな。では、マリア図書館に参るとしましょう。おー、いいね、いいね、図書館。探しているのは古い本なのです。バーネット博士に教わった伝説が書かれた本。なんでも、アローラの伝説のポケモンは別の世界からやってきていたとのことです。なんか、異次元のことかな。リリア確か図書館の2階にいたろとよ。見たよ。まさに今見たよ。なんか今さ、ストーリーに関係してきそうな子が。貴重な本ですので貸し出ししているかわかりませんが。ほらほら。え、超可愛いんですけど。ねえ、めっちゃ可愛くない？これでしょ？ひらひらのお姉ちゃん。読ませてあげる。ええ、わかりました。なになに、なんで知ってんの？アローラの光。では、読ませていただきますね。図書館の子かな？何もない空。途中として穴が開き、一匹の獣姿を見せる。月を誘いし獣と呼ばれ、アローラの王を敬う。月を誘いし、獣、あたりを暗く染め、持てるすべての力を放ち、島の守り神を従える。月を誘いしやず、獣、アローラの王朝に、闇をもたらし、生を終えた命導く。月の獣、太陽の獣、交わり新たな命呼ぶ。島の守り神、命守るとする。アローラの王朝、祭壇にて2本の笛を吹き、音色捧げ、月の獣、ルナアーラに感謝の気持ちを表す。意味がわからねえ。わかったんかな、今の。お父さんの本、面白いでしょ。お父さんが書いとんや。え、お父さんってこれ、相当古い本ですよね。うん、お父さん。アサルラ、こう見えて大昔すごかった一族の娘なの。図書館に置いておかないと、ポケモンたちにボロボロにされるし。ね、他にもアローラの伝説を教えてあげるよ。はい、すごく嬉しいです。私こちらでお話を聞いています。アイナさんは試練ですね。本で読みましたが、ウラウラ島の電気の試練は10番道路からバスに乗っていくそうですよ。電気の試練か。え、私なんか不利なポケモンばっかり持ってない？10番道路ってポケモンがいっぱい住んでるんだろうと。へぇー、全然話聞いてないやん。アイナさん、ウラウラでの試練も頑張ってくださいね。もちろん。この子超可愛いよね。あ、島巡りの人だ。こっからだと、北連だけの試練が近いよ。と言っても、10番道路からバスに乗っていくから遠いね。まあね。頑張ってくるよ。そこは通してくれないのかい？降りろということか。じゃあ早速10番道路からバス？はい、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。